高級スーツ、トゲトゲしい情報発信、カリスマ性、その時代はいずれ終わりが来ます。はい、どうも皆さんこんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は、もしかしたら新しい流れが来てんじゃないのっていうふうに思ってるよっていうことです。例えば、じゃあ私がコーチ塾か副業コーチ塾を募集するとしますよね。で、私のじゃあ塾の何どこに興味を惹かれたのかっていっぱいいるといっぱいあると思います。例えば内容がいいとかサポートがいいとかワクワクするからとかで、そのうちの一つやっぱり、クロスがちょっと面白そうだからとか、なんかこう、からなんて言ったらいいんだろうな、人柄ですよね。要は人柄が良かったとかっていうのがちょっとずつやっぱ増えてきてるんじゃないかなと思うんですよ。つまりその共感できるとかストーリーに惹かれたとか、なんかその ゆるい感じが好きとかっていうことですよね。なんでかっていうと、もう成果を紹介して、だからあなたもこうなろうみたいな、いろんな受講生過去にいました、でみんな大成功してます、でその事例ですみたいなのを紹介するっていうのがどうも最近弱いんじゃないかなというような傾向にあるらしいんですね。なんでかっていうと、みんな成果出せるようになっちゃったからなんですよ。より正しい情報、より社会貢献につながるような非常に良い情報っていうのがかなり出るようになってきたと。それまでは詐欺まがいなものがいっぱいあったんですよね。もしくはその FUD 戦略って言って、他人をバッサリ切ったり、他人のことをボロカスに批判して、そしてこっちはいかに素晴らしいかみたいなのをこう伝えると、だから相対的に相手をけなして自己評価を高めているようなスタンスの戦略を取っているようなところもいっぱいあったんですよ。6、7年ぐらい前だったら。で、やっぱりそのいろんなその返金、詐欺、いろんなあったんですよね、問題が。で、最近そういうのがかなり減ってきたと。本当に質の高い本物の情報で、非常に良い情報だけが集まってきたと。またさらに風通しが良くなってクリーンになってきたんですよね、そういうのが。で、クリーンになってきたんで、本当に成果が出るようになってくるわけですよ、みんなが。じゃあ成果を出せるっていうのはもう最低限当たり前であって、別にそのなんか不思議なものでも何でもないと、珍しいものでも何でもないわけですよ。じゃあさらにその上にトッピングで必要となってくるのが人柄とかになってきますよね。例えば、ちょっとこの先生怖そうだから、なんかスパルタ教育そうだから嫌だなっていうような風に感じる方の場合、多分ふんわりゆるくやっている感じのコーチとかだったら、なんか安心感があるわけですよね。怖くなさそう、ちょっとスパルタじゃなさそうみたいな。で、逆にやっぱり私がその3、4年ぐらい前まで結構参考にしてたコンサルの方も、未だにスパルタ路線で行ってるんですよね。スパルタ路線で行ってて、常にこうなんか眉間にシワが寄ってるような感じで、ちょっと神経質そうな、もちろん稼いでますし、毎回毎回ビシッとしたスーツもでこう登場するんですよ。で、ホワイトボードでパパパパパってやってるんですよ。もうこれを聞いて、多分あの人のことだなってピンときた人はいるかもしれませんが、あの人はそのどうやらオールドエリートの特徴が強いのかなって思った時に、急に俺の目指してるとこはそこじゃねえんだよなとかいろいろ思ったわけですよ。で、ジェフ・ウォーカーとかモーリー・ロバートソンみたいな位置づけって本当に便利だなと思って、モーリー・ロバートソンってやっぱちょっと面白おかしい感じの人じゃないですか。でも実力がすごいみたいな、でファンキーな感じ、そういうのにやっぱり私もちょっと憧れがあるし、そういうのを目指したいなっていうのがあるわけですよ。それ以前はやっぱりどこかそういう神経質そうな感じのコンサルみたいな感じでこう言ってたんですけど、やっぱり今の方がよっぽどうまくいってるんですよね。今の方が自分らしいなと思ってますし、楽しいと、ストレスフリーだと。なので、例えばもう本棚だってないわけですよね。もうこの白い感じがなんか結構好きなんですよ。この斜めな感じとかなんかちょっと好きなんですよね。このシューンってなってるみたいな、わかります？ちょっとわかりますかね。なんかだからちょっとやっぱそういうイメージチェンジというか、でもしかしたら1年後また変わってるかもしれませんよね。今ゆるーくとか言ってんのに、
結局1年後なんかアルマーニのスーツでビシッとこう決めてなんか登場するとか、よーみんなペルシャ猫だよみたいな感じで出ちゃうかもしれませんよね。わかんないですよ。それはわかんないですけど、まあそれはそれで面白いかなと。多分コスプレ感覚でやってもそれはそれで面白そうだなと思うんですけど、でっかい葉巻をこう吸ってやめろみたいな感じですよね。まあなのでそのトゲトゲしい人とかという要はFUD 戦略っていうのがあって、さっきも言いましたけど誰かを批判するんですよ。誰かを批判する炎上商法みたいなのを使って、そしてこうまあまあ名を売るというかっていう時代は、まあおそらくやったとしてもそれにしか反応できないような人ばっかりが集まってくるわけですよね。で私はどういう人たちとやっぱりその一緒に組みたいかっていうと、そういうのに反応しそういうのじゃないとなんかダメなんですっていう人じゃなくて、もう高い目標を持ってたり、変わりたいんだ俺はこうでありたいんだっていう何かこう共感してくれる人とだけやっぱりやりたいわけですよ。って考えた時にまず自分が変わるしかないですよね。自分が変われば集まる人も変わりますよ。で逆に古かったなんか堅苦しかった頃の自分で居続けるとそういう人しか集まんないですよ。だよねとやっぱり本当に思いますね。なので皆さんもどういう風な人と組みたいのか、どうありたいのかっていうのを考えた上で自分のその普段の情報発信っていうのを考えていくべきですよね。ふんわり柔らかい感じでいくのか、堅苦しい感じでいくのか、別にどんなんでもいいですけど、じゃあ堅苦しかったら堅苦しい 人しか来ないですよ。でふんわりゆるくっていう感じでやってればふんわりゆるいのに憧れてるっていう人が来ますよ。でまあまあだからそうやって、まあ、結局自分の行動次第ですよね、そこは。まあなるほどな、確かにそうだなと思った場合はいいねボタンをもう10連打ぐらいしてください。ダラララララって。じゃあそれでは。